インコース、これは外れます。インコース、スライダー決まります。さあフルカウント、フォアボールのランナーを出しました。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、さあバッターボックスには先発のアドゥアが入ります。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。うん、そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。うん、そうですね。さあ何を狙っていくか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。送ってきた、三塁方向、ピッチャー取った、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁二塁です。最初は変化球できました。ボールになります。ここは前進守備ですね。まあ、やはり1点もやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。外野に持っていきたいなら絶好のボールでしたけどね。ああ、そうですね。インサイド打った、破っていく、センター前、送球する、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ同点、1対1、ベイスターズなおも三塁一塁のピンチ。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。そうですよね。ボール自体はね、決して悪いものじゃなかったですからね。ここで追いつかれました。同点です。打席には2番バッター野間。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。中間守備で来てますから、打ち上げました。この打球はフライになっています。掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。いい形でアウトが取れましたね。さあこの場面で打席には3番、走ってきた、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これが3球目、インコースへ大きく外れます。外れました。3ボールになりました。高め、見送ってストライクです。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。いい当たり、センター前抜けていく、バックホームする、サードランナーホームイン、カープ勝ち越し、2対1になりました。ベイスターズさらに三塁一塁のピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここでリードを奪われます。ここまでで踏みとどまりたいですよね。初球、まずは空振りを取っていきます。
大きく外れました。さあ3球目は何か、打ちました。森、そのまま入って2塁フォースアウト、3アウトチェンジです。しかしこの回カープ貴重な得点でリードしました。2対1、カープ逆転に成功しました。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあそうですね、早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。さあなんとか点を取りたいこの回です。外は入っています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには佐野が入ります。さあ一打同点のチャンス。まあここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですよね。ワンストライクです。低め決まってストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。次が3球目、外の低め見極めます。大きく外れてボールになります。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ランナーは変わらず二塁です。さあそれでも同点のチャンスは続きます。そうですね、ここで点を取れば流れが変わりそうですね。さあそして打席には牧入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですね。初球は何で来るか、見送ってまずはストライクです。これは際どいか、ボールになります。これは見送ってボール。4球目は何で来るか、体に近いところ。次が5球目、インコース高めの変化球、これは手が出ません。フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。センターへ、センターフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには宮崎が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して、変化球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、抑えた、一塁アウトでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終わって2対1、カープが1点をリードしています。回は4回の表、カープの攻撃、バッターボックスには5番石原、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える4回です。
低め、これは決まった。ノーボールツーストライクです。さて、この石原どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、内野の頭を越えるようなクリーンヒットを狙っていくバッターですね。そうですか。低めは外れました。インサイド落ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。6番バッター菊池、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。一塁牽制、一塁はセーフ。送ります。取りました。一塁送球アウト、ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。打席には7番バッター矢野。ベイスターズ送りバントで進塁を許しています。さあ、追加点を許したくないこの場面です。変化球振っていきます。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。いいストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。外れましたけど、いいボールですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。外れていきます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。インサイド打った、セカンドの右、取った。一塁送球、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。入れてきましたね。勝負ですね。そのようです。2球目は何で来るか。高め決まってストライク。すぐに追い込みました。さあ、外してくるのか。緩いボール、しっかりと見極めました。ファウルボールです。ワンボールツーストライクです。際どい球、わずかに外れています。このピンチ、見事三振を奪いました。得点を与えませんでした。カープ、サードランナー残塁に終わりました。2対1、カープが1点をリードしています。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番山本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました。ファーストが取る。アウト、ワンアウトです。打順は7番京田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。
アドゥア、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。セカンドが前に来る。菊池、ツーアウトになりました。バッターボックスは8番森。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが2球でツーアウト、淡白な攻撃となっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。高めのボール、ライトに上がった。ここはフライになっています。上がりすぎました。野間が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたがここは三者凡退に終わっています。4回終了2対1、カープが1点。